不動産業界で転職するなら宅建ジョブエージェント。宅建を活かせる求人や宅建なしで応募できる人気求人をご紹介。無料面談も実施中。田村亮先生の不動産大学宅建合格ラジオということで、この配信は来年宅建試験の合格を目指す方、それからですね、賃貸不動産経営管理士、マンション管理士、管理業務審査などのですね、資格取得を目指してですね、頑張ってらっしゃる方を応援する配信でございます。ということですね、毎週土曜日は宅建合格ラジオの時間でございます。皆さんですね、ご機嫌いかがでしょうかということでですね、私、最近温泉とか結構スパってよく行くんですよ。都内のとこなんかもうほぼ全部制覇してるぐらい行ってるんですけども、この前ですね、私行ったところで、まあ子供とですね、二人で行ったんですよ。で、温泉に行って、で、温泉入ってですね、結構厚めの温泉とかだと子供があんまりゆっくり入れなくてですね、すぐ出ちゃうんですよ。私は結構ゆっくり入りたいんですけど、すぐ出ちゃって。で、結構ああいうスパみたいなところって休憩スペースがあるじゃないですか。で、私結構休憩スペース充実してるところで休むの好きなんですけど、そこで休もうと思って行ったらですね、結構やっぱり平日だったんですけど、混んでまして、で、こう、そこの休憩できるところって、こう、なんですかね、こう、まあ、個室じゃないですよ。二段ベッドみたいなやついっぱい大量に置いてあるようなところなんですけども、そこでですね、子供がそこで休憩したいっていうので、一生懸命空いてるところを探してたんですけども、なかなか見つからなくて、ようやく見つかって、やっと場所取ったところでですね、私がじゃあ食べるもの買ってくるからそこで座って待っててねって子供に言ったんですけど、言ってた矢先にですね、子供がそこから動いちゃってですね、動いた瞬間に他の方に取られちゃいまして、結局また逆さはめになってですね、で、子供に動いちゃダメって言ったでしょっていうふうに、ちょっとまあ叱るじゃないんですけれども、まあそうやって教えてちょっと強めに怒っている時にですね、前から来た方にですね、宅建合格ラジオ。不動産大学見てます。宅建合格しました。ありがとうございます。というふうに声かけてくださった方いらっしゃってですね、ありがとうございますという形なんですけど、ちょっと私その時ちょっと子供にですね、ちょっと注意をしている最中だったので、あんまりちょっと、ちゃんと対応できなくてですね、申し訳ございませんでしたということでですね、ちょっとお伝えしておきます。全然声かけていただいていいんですけども、私も結構スパとかでですね、お風呂入った後だいぶ気が抜けているので、すぐ反応できないんですけど、申し訳ございませんということでですね、ここで一応お伝えしておきます。結構ですね、これ登録者数が100万人以下の YouTuber の結構あるあるのような気がするんですけど、結構ですね、最近本当に街中とか、ファミレスとかいろんなところで声かけていただいて、本当にそれはすごく嬉しいんですけど、普通なんかそうやって声をかけられると、例えばそれが声かけられた相手が芸能人だった場合ですね、周りに一気にバレるじゃないですか。うわあ、そこに人いるみたいな感じで、ブワーッとなって一気に人が集まってくるみたいな現象が起きると思うんですけど、登録者数がですね、まあそうですね、50万人以下ぐらいの YouTuber なんかの場合だと、知ってる人は知ってるんですけど、知らない人にとっては誰って感じなんですよ。どういうことになるかというとですね、なんか写真撮ってくださいとか握手したりとかしてるとですね、周りの人がですね、不思議そうに見るってですね、そういうあるあるはございます。周りの人もですね、あれこれ何、誰か有名人なのみたいな感じで一応チラチラ見るんですけど、どうも別に知らないよな、みたいな感じでですね、終わるってですね、変な空気が流れるっていうあるあるはございます。ということでございます。はい。ということでですね、まあ、早速今日のですね、内容の方も行きたいんですけど、今日はですね、まあ、いくつかやりたいんですが、一つはですね、まあ、先日動画でもやりましたが、今年まだ受験を控えてらっしゃる方ですね、賃貸不動産経営管理士とかマンション管理士とか管理業務主任者、あとは行政書士なんかもそうですけど、受験を控えてらっしゃる方にもですね、役に立つような感じのコメント、メッセージをちょっといくつかご紹介しながらですね、やっていきたいと思います。じゃあまずですね、今日最初のメッセージご紹介します。こちらです。今年、宅建自己採点45点だったものです。すごいですね。宅建と賃貸不動産経営管理士と管理業務主任者を受けようと思っていましたが、宅建の勉強の出来高で受けるかどうか決めようと思い、賃貸と主任者を申し込み保留にしていたら、締め切り日に勘違いしていて過ぎてしまいましたということでですね。そうですよ。これ、宅建試験終わった後じゃ多分出願間に合わないと思います。確か9月末ぐらいですよね、出願期限が。ね、だから宅建受験する時点ではもう出願期限過ぎちゃってるんですよね。ガチガチに固めた今のうちに受けたかったのに、受けたくても受けられない僕のためにも皆さん頑張ってください。応援してます。ということですね。コメントありがとうございます。そうですね。これ、宅建45点で合格されるぐらいなんで、本当ね、連続で受けちゃった方がね、私も良かったんじゃないかなと思いますけど、まあ、その分ですね、今年受験できる方はぜひ受験に行っていただければと思います。それからこんなコメントもいただきました。こちらです。初めてコメントします。ありがとうございます。今年宅建初チャレンジしました。試験、絶対に受験した方がいいです。経験は財産です。私は昨年、仕上がり 50% で FP2 級を受験しました。実技は本当に3日くらいしかしていませんでしたが、実技はなんと合格しました。
奇跡も自分で作るものです。頑張っていこうということですね。コメントありがとうございます。まあ、私もね、FP 受けた時になんとなく記憶ありますけど、まあ結構3級ぐらいだとちゃんとテキスト読んでやってればすぐ合格できると思うんですけど、2級になってくると少しやっぱりレベルというか難易度上がってきますからね。ただ私あの、宅建の合格のが先だったので、宅建の相続とかの知識なんかを勉強していると、FP の相続の知識がめちゃくちゃ楽に感じますね。というのは私の記憶の中ではね、すごくあります。まあ、最近ですね、ファイナンシャルプランナーのですね、授業をすごくやってほしいっていう、やったらどうですかっていうですね、お話をものすごくいろんなところからいただくんですけども、ちょっとまだできてないというような感じでございます。それからこんなコメントもいただいております。こちらです。皆様こんばんは。田中先生も配信ありがとうございます。とんでもございません。去年は一つしか試験受けなかったのですが、今年は複数受けるべく申し込みしまくりました。宅建試験後の数日は諦めへんと意気込んでいたのですが、徐々に気持ちがゆるゆるになってきたのは事実です。ですが、諦めれない気持ちと今日の動画を見て 100% 身につけれなくても、試験当日は絶対に行きます。田中先生が本や動画でおっしゃってた、あわよくば合格をモットーに無理せず仕上げていきたいと思います。私の戦いはまだまだ終わりません。複数受ける方、来年に向けて頑張っている方、自分を信じて進みましょうということですね。コメントありがとうございます。まあね、本当たくさん受験する人はね、本当気持ちを切らさないっていうのはね、ものすごい重要ですよ。気持ちを切らさないためのですね、一番いい方法は、そのですね、試験にですね、臨む前の段階で、終わっても終わりじゃないよって自分に言い聞かせるってやつですね。これすごい自己暗示かけるのめっちゃ重要ですよ。で、終わったその日だけでも休みたいって思うと思うんですけど、私はね、休まない方がいいと思いますよ。私はね、もう休まなかったですね。休むと、やっぱ緩んでくると思ったんで、休まなかったですね。もう本当、その試験が終わったら、終わった瞬間から次の試験の参考書を開くっていうですね、問題集を開くとか、そういう感じですごいやった記憶があります。これですね、私、宅建マンション管理士管理業務主任者って、これ、3連続でやった時にですね、この3つ目終わった頃にはですね、来年のですね、行政書士試験の受験に向けても頭切り替えてましたね。もう覚醒しますね、そうすると。で、その覚醒してる状態で、休みたいって気持ちもあるんですけど、これ休んだら多分この今一生懸命作ってきた習慣が多分なくなっちゃうな、もったいないなっていう方の気持ちの方が強かったです。なので、そのままの勢いでずっとこう、翌年1年間もうずっと勉強したっていうような感じのイメージですね、私の中では。もう勉強は習慣になってたので、勉強ということ自体が、すごい労力を奪われる大変なことだっていうもう認識がもうなくなってましたね、その時は。まあ、私の場合はですね、飲み会に行くとかですね、外に遊びに行くっていうことがもともとそんなにない人なので、仕事終わって家帰ってきて勉強しててもですね、そんなに普段の生活でそこまで大きく変わらないんですよ。っていうのもあったんで、もう本当そういう感じのサイクルを最終的にはですね、3年間ずっと続けて、こう毎年毎年受験してる状況が続いてたっていうような感じでしたね、私の場合は。それからですね、コメント欄の方にも今年の受験を迷っている方に対するコメントでですね、すごいいいコメントがあったので、これですね、今からご紹介するんですけど、まさにですね、私がちゃんと伝えたかったことがですね、コメントにですね、言語化されているので、ちょっとご紹介したいと思います。先生、いつもありがとうございます。一郎の名言でとても感動したのが、コンディションが悪くて7割、5割の力しか出せないときに、その半分くらいの力しか出せない人は多い。大事なのは7割や5割の力しか出せないときにその 100% の力を出せるようにすることみたいな内容でした。今回の先生のお話も同じような感じがしました。これですね、本当にまさにこれ、私が言いたいことこれですね。別に一郎さんに乗っかってるわけじゃないんですけど、まさにこれですよ。ドンピシャですね。私これ本当に言いたかったですね。要するにですね、本当今受験迷っていらっしゃる方って、まあ 100% 仕上がってないから、行くとなんか行くだけ無駄になりそうだなとか、今から努力するだけ無駄になるかもしれないなと思って、こう努力することを躊躇したりとか、受験することを躊躇したりとかっていうことが頭をよぎっちゃうと思うんですけども、例えばですね、今コメント欄によくすごいコメントをいっぱいいただくのがですね、今からでも間に合いますか質問めちゃくちゃ多いですね。賃貸不動産経営管理士なんですけど、今からでも間に合いますかコメントすごい多いです。ですね、本当に間に合います。これ不動産大学のコメント欄に今からでも間に合いますかっていう質問はですね、もう答えは一択です。間に合います。これ間に合いますっていうですね、その意味がですね、もうこの一郎さんのこのコメントに込められてます。本当にもうこの通りなんですよ。もう本当7割、5割しか、こう、今から一生懸命やってもですね、例えば今からゼロの知識から今からですね、やっても、例えば7割、5割ぐらいまでしか仕上がらないって可能性はあります。ただその7割、5割ぐらいの力しか出せない可能性があるんですけども、その7割、5割ぐらいのものに対して 100% 力を投じてほしいってことなんですよね。
うん、それでね、すごい大事なんですよね。要するにその7割か5割ぐらいしか仕上がってない状況で 100% のパフォーマンス、その7割5割ぐらいの自分の能力なんですけど、その7割5割を全部出し切るってことです。全部出し切ればですよ、結局7割仕上がっていれば全部出し切れば 70% ですから、7割合格できるってことです。まあ簡単に言うとですね、そういう感覚なんですよ、私の中では。なので、もう私の中でですね、もう5割以上やできているんであれば行った方がいいです。あの、運だろうが何だろうが合格したら合格なんで、それで人生変わりますから。私はね、本当に年1回の試験に関しては、受験することに対するデメリットは、あの、受験料以外ありません。なので、あとはですね、努力を惜しんじゃダメですよ。やっぱりね、あの、今年の受験をちょっと来年に回そうかなって思ってらっしゃる方のほとんどは、やっぱりね、無駄な努力したくないなっていうのがあると思うんですよ。無駄な努力、無駄な勉強したくないなっていうのが絶対本当にあると思うんですよ。気持ちわかりますよ。仕事したり家事育児忙しい人多いんで、もうどうせ合格できる可能性低いんだったら今年やめとこうかなって思う気持ちはわかります。ただね、私はそうじゃないというふうに思っています。少なくとも年1回しかないですね、国家試験に関しては絶対に受けた方がいいですというのが私の、まあ、結論でございます。私も今後2年以内に3個の資格を取り、夢に向かうつもりです。お互い目指すものに向かって頑張りましょうということですね。コメントありがとうございます。それからですね、来年のですね、宅建試験の受験を目指す方からこんなコメントもいただいてますね。燃え尽きわかります。宅建に本当真剣に取り組みましたよね。私は新たな目標を決め、参考書の吟味をしに、明日大きな本屋さんに朝から乗り込みます。いいと思いますよ。本屋さんで参考書の吟味するのはすごくいいと思います。感覚開けすぎて完全に停止する前に動き出します。もちろん不動産大学は毎日聞いて原動力にします。ということでですね、ありがとうございます。これね、本当そうなんです。感覚開けすぎると本当にどん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 忘れていっちゃいますからね。来年受験しようと思ってらっしゃる方は、できるだけ早めに再始動するのが私はおすすめです。別に急発進する必要ありませんから。もう本当にゆっくりゆっくり、スロースタートでいいんで、ちょっとずつですね、進んでいくっていうイメージで始めていただけるといいんじゃないかなというふうに思っております。まあこれですね、毎年不動産大学の動画の再生回数ってですね、やっぱり試験日に向けてやっぱりどん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 こう全体的に上がっていくんですよ。で、試験が終わるとやっぱり、まあ当然落ちるんですね。試験勉強してない方とかヘビーリスナーじゃない方は当然見なくなりますから落ちるんですけど、今年はですね、その落ち率がすごく低いんですよね。宅建試験もう終わってるんですけど、宅建の動画見てる方結構いるんですよ。ね、すごいありがたい話なんですけれども、年々ですね、試験が終わってもこうずっと動画を見続けてくださる方が多くてですね、個人的には本当にありがたいなというふうに思っております。宅建合格ラジオ。ということでですね、ここからはですね、棚中女性書士へのご相談コーナーということでですね、いきたいと思います。今日はですね、いくつかご相談あるんですけど、ですね、まず転職に関するちょっとご相談いただいておりまして、ちょっとご紹介したいと思います。こちらです。棚中先生、こんばんは。試験後も楽しく拝見します。ありがとうございます。相談があります。来年の12月までに転職したいと思っています。本当は FP3 級を受験しようと思いましたが、先に転職活動を進めたいため、一旦勉強をお休みすることにしました。何社か転職サイトに登録しましたが、なかなか在職しながら転職活動は労力を奪われることもあり、自分が何をしたいのかわからなくなってきました。あんまり早くエージェントさんに登録しなくてもよいのでしょうか。やはり宅建を生かした仕事を探すなら宅建ジョブエージェントさんにお願いした方がよいでしょうか。シングルマザーですが、不動産の方へ行けるか不安になってきました。もし OB、OG の方で在職しながら転職活動された方が見えましたらアドバイスいただきたいですということでですね、コメントありがとうございます。これぜひですね、私以外のですね、意見もいただきたいんで、もし経験ある方コメント欄にコメントいただきたいんですけど、まあ、まずですね、私この方のコメント読んでですね、まず一番最初にちょっと思ったのが、なぜ来年の12月末までに転職したいのかっていうのはすごく気になりますね。これすごく大事だと思いますよ。これですね、例えばですね、今年中にこれ退職先決まっちゃまずいのかなっていうふうに個人的にちょっと思うんですよね。これ何が言いたいかというとですね、あんまり先のですね、目標を今立てない方が私はね、いいというか、先すぎるとね、いろいろうまくいかなくなるんですよ。私もですね、知り合いの人で結構転職する人多いんですよ。なので結構手伝ったりとか紹介したりとかいろいろするんですけど、これ共通して言えることが一つあって、それはですね、転職活動っていうのは、長くなれば長くなるほど決まりにくくなるっていうのが私のこれですよ、個人的な見解でございます。これ本当にそうなんです。長くなれば長くなるほど決まりにくくなります。例えばですね、年齢的な問題とか、あとは地域的な問題で、求人自体が少ない、もうすぐ転職したいんですけども、自分がなかなか採用してもらえないっていうことであれば、それはしょうがないです。それは別にしょうがない。自分自身がすぐに転職したいかどうかっていうことがすごく重要で、これ転職活動がですね、ただただ長くなる人のですね、多くっていうのは、
求人をですね、襟好みしすぎる傾向があるっていうふうに私はこれ個人的に思ってます。これ別に宅建ジョブエージェントさんに聞いたとかそういうことじゃなくて、私自身が感じることですよ。周りで転職してる人をたくさん見てるので、見てて思うのは、長くなる人はもう襟好みしすぎてて転職できなくなってるって傾向があると思います。で、これってですね、あることにすごく私似てるなと思うんですけど、なんだと思います？これね、お部屋探しとめっちゃ似てるんですよ。お部屋探しと転職活動ってめちゃくちゃ私は似てると思ってます。例えばですね、賃貸営業してる人だったらわかると思うんですけど、例えば今お店に来たお客さんで、来年の12月末までに引っ越したいんですけどっていうお客さんが来店したらどう思いますでしょうか？ねえ、まあシンプルに言うと嫌ですよね。あんまり接客したくないですよね。どうせだって今契約しないんですねって話になってくる。要するに様子見のお客さんですよね。これどの業界でもそうなんですけども、制約になるのがすごい先のお客さんって、なかなかね、よほど単価が大きくないと、丁寧にはやりにくいんですよ。まあもちろんちゃんとやる営業もいると思いますよ。思いますけど、やっぱり応対する側として、やっぱりモチベーションは下がりますよね。一般論として。そうなっちゃうんですよ。やっぱり今すぐ契約、今すぐ利用してくれるユーザーをやっぱ優先的に、これはもう会社の方針としても当然やりますから、なのであんまりですね、先の方に目的、引っ越すという目的とか転職するっていう目的があるお客さんだと、ちょっとやりづらいんです、正直ですね。で、一つ言えるのはですね、全部自分自身の希望を満たせる転職先を私は探さない方がいいと思いますよ。まあ、大事なのはこれもお部屋探しと一緒なんですけど、優先順位をちゃんと決めるってことが大切なんですよ。自分自身の中で優先順位が分かってないっていう人すごく多いと思います。だまずそれでね、はっきりさせた方がいいと思います。絶対的な条件と、できれば叶ってたらいいかなぐらいの条件と、ちゃんとね、はっきりと自分で書いて、頭の中で整理するのがね、転職活動するときは、私は大事だと思います。これですね、全部満たすところ一生懸命探す人いるんですよ。私の知り合いでもいるんですけど、仮にですよ、求人情報上で全部満たしていたとして、それ転職したとしても実際違ってたってよくありますよ。残業ないって書いてあったけど実際はちょっとあったとかですね。よくあるんですよ、そういうのって。で、これ、全部満たしているところに転職すればするほどですね、ちょっとでも違ってたりすると、モチベーションとかですね、すごい下がるんですよ。元々の期待値が高いだけに。で、どうなるかっていうと、もうすぐ辞めたい、転職したいっていうふうに相談するっていうパターンになって。こういう人いっぱい今まで見てきましたけど、あるんですよ。全部満たしてるのは難しいですよ、はっきり言っちゃうと。なんで、優先順位ちゃんと決めて、ある程度短期間でやった方が私はいいと思いますよ。だいたい転職したいなって思うのが、だいたい今から半年ぐらい以内に転職したいっていうぐらいが、まあ、私の中では最長じゃないかなと思いますね。本当お部屋探しに例えて考えてもらうと分かると思います。あんまり先のお客さんっていうのは営業対応しにくいです。ということなんですよ。また来てくださいで終わるだけなんで、そんなにいい情報をその人に出そうとも思わないんですよ。いう感じなので、まあ、この辺はですね、なんで来年の12月末なのまでなのかっていうことを、もう結構自分の中ではっきりさせていただいた上で、まあ、それでもなんかいろいろ早めに動きたいっていうことであれば、例えばエージェントさんとか登録してですね、求人情報なんかをこう、自分で探してちょっと見て業界研究したいっていうのであればいいと思うんですけど、まあ本当ちょっと今から本格的に動くのはさすがにちょっと対応する方も大変だと思うので、なかなかちょっとまだ早いかなというふうには思います。別に宅建ジョブエージェントさんじゃなきゃいけないってことは別にないと思いますので、まあリクルートとか今いろいろあると思いますけど、いろいろ使ってみるといいんじゃないかなというふうに思います。まああとですね、実際に転職した人からこんないいコメントをいただいたのでちょっとご紹介しますね。こちらです。ポポタンさんありがとうございます。今日も参考になる動画ありがとうございます。とんでもございません。田中先生の前の動画を見て、この間急いでエレックさんの方に登録実務講師の予約をしてまいりました。実際にどのようなことをするのかより具体的な内容が知れて少し安心しました。桁数間違いなどやりそう。気をつけてくださいね。でも、実務でも桁数間違えたら大変なことですもんね。そうですよ。もう実務で桁数間違えたら取り返しつきませんからね。気をつけます。まだこの業界に入ってやっと1年で、この1年営業ではないですけれど、本当に大変でした。宅建や賃貸の勉強したのもあり、やっといろんなことが繋がってきたというところです。辞めないことが大切ですね。新卒ではなく40代転職組なので、辞めずに稼げるまで頑張ります。ですね。コメントありがとうございます。もう素晴らしいですね。もう本当ね、宅建合格して実務を始める方っていうのは、始めてから本当ね、もう1年2年でも全然新しい発見とか覚えることありますよ。本当私いろんな業界やってきましたけど、人材派遣だとか、広告代理店とかいろいろやってきましたけど、不動産業界がやっぱり圧倒的に学びが多いですよ。
これは難易度が高いということを言いたいんじゃなくて、普通の会社って、普通の業界ってですね、1年とか2年いると、もうほとんどの業務全部知り尽くしている状態になってくるわけですよ。ですから、新たなですね、知識としての学びってほぼないんですよ。経験としての学びってほとんどないんですよ。会社が新たな事業を始めない限りは。ただ、不動産業って、同じ、例えば不動産屋にずっと勤めていたとしても、もう要はクレーム産業っていう言葉もありますけど、いろんなことが起きるんですよ、不動産屋って。本当に生活に密着している、金額の大きい取引が多いので、本当いろんなことが起きるんで、2年3年勤めたぐらいだと対応できないトラブルとか未だにあるんですよ。いうふうになるんで、まあそれは面白いと思いますよ、私は。それが私不動産業界で働いてて一番感じましたね。こんなにまだ、自分で判断つかないことがあるのかっていうふうに、こう5年目とか6年目でも思った記憶があります、ね。だから私みたいにですね、私みたいな人間にこうアドバイスを求めてくださる方が多いんだと思うんですけど、本当ね、そういう意味ではすごく楽しくて面白い業界だなっていうふうに個人的には思っております。ということですね、まだ試験今年残ってらっしゃる方いっぱいいらっしゃるみたいなんでですね、ぜひ、大変だと思うんですけども、不動産大学としましても、できる限りのサポートをしていきたいと思っておりますので、応援してくださる方、ぜひコメント欄の方にコメントいただければと思います。またですね、来週のラジオもですね、いろいろなテーマ扱っていきたいと思うんですけども、まあ、ご質問ですとかですね、実務に関するご質問なんかもすごく大募集いたしますので、実務やっててですね、ここがわからないとかですね、これ業法違反じゃないのとかですね、そういったご質問いただければですね、ぜひまた回答していきたいと思いますので、コメント欄の方にお願いいたします。ということで、お相手は棚田行政書士でした。ということで、また明日。Do do 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 do.